実況させていただいております、シロックマンです、よろしくお願いいたします。ロックマン X4 をですね、前回の続きを やっていきたいと思います。すごい久しぶりのね、プレイになると思いますね。多分ね、3週間ぶりとかそれぐらいだと思うんですけど、このゲームやるのはね。はい、じゃあこちらね、続きをねやっていきたいと思います。X4 はちょっとね、そうですね、3週間ぶりぐらいですね。割と久しぶりでね。はい、今のところね、8大ボスをすべてね倒した状態ですね。で、それで、ここのね、スペースポートステージっていうのはね、あのカーネルっていうボスがいるんですけどね、ちょっと強すぎるんでね、ちょっと下準備が必要なんでね、ちょっとその下準備の作業をね、ちょっとさせていただきたいなと思いますんで、まずこの目に行きたいと思います。ちょっとこの面でね、サブタンクをね、ちょっと取りたいなと思いましてね。サブタンク必要なんでね、サブタンク今ね、一つあるんですよ。あ、一つもないのか。あ、そうか、ゼロか。一つもない状態か。もう一つはどこにあるんだ、サブタンク。ジェットフィティングラインステージか。まあ、とりあえずここでまず1個取らなきゃいけないですね。はい。この面はね、もうどれだけ早くね、ああ、しまった。これね、時間稼いでしまうんですよね、これね。これね、この面の場合ね、どれだけ早くね、ゴールっていうかね、進むかによって、サブタンクが取られるか取らないかが変わってくるんですよね。これは遅いな、絶対。もう素早く行かなきゃいけないんで。このね、たまに当たったらいけないんですよね。たまに当たると、あー、しまった。時間稼ぎになってまうんで、こうやってね。これはダメなんですよ、もう。もうすでにだからもうダメだと思います、もうこの時点で。ただまあひたすら進むしかないですね、とりあえずね。あ、これいいんや、S で。あ、取れた。まさかね、いけるとは思わなかった。一発でいけた。無理だと思ってたけどな。そうなんだね。じゃあ行きましょう、エスケープね。まさかね、一発でいけると思わなかった。もちろんセーブします。もっと時間かかると思ったけどな。ちょっと待ってください。ちょっとね、攻略本を確認させていただきたいと思いますね。ジェットスティングラインステージね、どこにね、サブタンクがあるかっていうね、サブタンクの場所どこだったっけな。サブタンクやっぱ2つぐらいあった方がいいんでね。最低でも2つは欲しいところな。ライフサブタンク。ああ、そういうことか。なるほどね。ちょっとやってみるか。はい、ちょっとじゃあこの面ですね、ジェットスティングラインステージね。まずこれ前半まで行かなきゃいけないな。この前半をね、まず駆け抜けていかないと
後半には行けないんでね。後半の方にね、サブタンクあるんで。これで後半行きますね。後半にあるんですよね、サブタンクね。そこがいいよな、ここな、ほんと。ここがほんといい。ここのボスはね、もちろん倒してるんでね、もちろんね、ジェットスティングレーを襲ってこないので。ここジェットスティングレーが出てくるんですよね。生きてた時は出てきたんですけど。もう出てこないですからね。楽でいいんですよ。ここか。間違えた。そういうことか。もう一回やり直しや。これダッシュするんですよね。ジャンプしてダッシュするって書いてあるが、これをこのテクニックがいるわけですね。これがこうね、あそこのでやるわけや。今のところでね。音楽、音楽かっけえな、ほんとに。神曲やな。でも、このゲームの音楽でいうの、1、2を争うぐらいの神曲だと思いますね。よいしょ。この次のとこかな？この次の坂かな？ここやと思うな。ここや。よし、取れた！オッケー！ 2つ取った。よし、オッケーね。で、セーブします。続けますね。で、ちょっとね、申し訳ないですけど、サボタンクを貯める作業をさせてください。ここでね、ここですね、クロストキバトドスステージね。ここで貯められるんですよね、サボタンクはね。この面に、ね、サボタンクを貯めれるんですよ。これは武器エネルギーやからな。あれ、ちょっと待って。この上にもなかったかな。あったような気がするけどな。回復させるな。ちょっと待って。あった、ここや、ここにあるじゃん。ちょちょ、これちゃうっつうの。あれ、ちゃうっつうの、これと。もうこれダメージ受けてたら意味ないんですよね、せっかくの。ね、これがいっぱいあるのにさ。この下にもあったっけ？あ、ないか、これだけか。これで一旦出ますね。半分ぐらい溜まったね。止まった。これで OK。これで、あれですね。カーネルステージ行きますね。
あ、危ね、危なかった今。あ、やばい、あ、危ねえ、おい。よし、ありがたい。強かったからな。カーネル、そこをどけ。独立を妨げる者は容赦しない。いい加減にしろ。そんなものは幻だ。所詮ハンターとは分かり合えん。行くぞ X。 容赦はしない。行くぞ。さあ、クロストタワーをね使って倒すんですけどね、弱点なんですよこれがね。あれ？全然当たらへんやん。あ、こういうことか。やばい。ちょっとこれ一回負けるか。当て方が問題なんやね、あの弱点武器を。まあ、ちょっとね、いきなりね、フロストタワーを使うのももったいないから、とりあえずロックバスターで戦ってみますか。前より早乗ってるもんな、あれが、あの攻撃が。これが。強いわ。本気で行きますかね。あかん、そう受けられへん全然。あかん、あ、でもちょっとパターン分かった気もするけどな。ワンパターンはワンパターンやねんな、確かに。これね、オートチャージないかな。オートチャージの機能があればな。容赦はしない。行くぞ。避けながら貯めれるんですよね。あかん、これが打たれへんねんな。あかん、強いわ。ちょっとやっぱり弱点武器使
使った方がいいな、これな。手加減無用だ。本気で来い。これはだから、あいつが出てくるときにこれ使うってことやね。まず避けて、攻撃を避けて、避けられへんやん、全然。あれ、当たってない。あー、全然当たってない。あれ、全然当たらへん。難しいな、これ。あかん。全然やん。全然やな、これ。ちょっと待ってよ、どういうことや、これ。手加減無用だ。本気で来い。どういうことやな。あかん。こういうことやな。相手が出てきた時にもう当てると、あかん。どうしよう、使うかな、微妙やな。もうちょっと我慢してみよう。当たってない、全然。あ、全然当たってない。あかん。あー、ゲームオーバーか。これステージ最初からやんね、これ。やっぱり X4 はね、ゲームオーバーになると最初からなんですよね、ステージの。 X5 からはあれですけど、途中からそのね、死んだとこができるんですけど。こんなね、同調ステージはどうでもいいんですよ、正直ね。タイミングの問題やな、あれな。当てるタイミングの問題。もう一分とかないな。一度本気で戦ってみたかった。これ一回ね、壁に張り付いてみるかな。それがいいかもしれん。ほらね、こっちに来ないわけやから。ああ、そうか。ああ、今当たるな。ああ、上に来るな。よしか、これで。これをちょっと、ね、この方法で行くか。ヒットポイントやばいなぁ。一回ちょっと、この残機はやられよう。やられるしかない。うん。壁張り付け作戦で行こう。その方が賢い。ほとんどの攻撃を受けられるからね、そうすればね。で、こっちに来た時だけ使えばいいから。クロスターはね。そうすれば勝てるでしょう。手加減無用だ。本気で来い。もうね、サブダンクはね、なるべく使わないことをね、来た時だけ使うんですよね。
けど、こんだけに来た時は落とすんですよ。来た時だけね。だから、あいつは一人芝居をね、してるようなもんですよね。こっち来た時だけ当てると、あれをね。ここで避けると。あ、でもあんま減らへんなぁ。思ったより。時間かかるだけやけども、これが一番確実な方法やな。あれ当たってないか今のは。当たってる当たってる、うん、時間かかるけど、まあこれが一番確実やね。ノーダメージで倒せるよこれやったらね。当たってる当たってる、うん、確実に当たってる。これしかないよな。普通に戦ってたらこれ厳しいわ。せこいけどこれいいやん。倒せたらいいよ、倒せたら。あいつ完全に一人芝居ですよこれね。バカですよ。おお、ジャンプしてきよった。ああ、これだ。よし、あともうちょっと。さあ、あと一回やって倒せるやろな。はい。はい、終わった。あれ、まだか。まだか。まだやったんや。よし、倒した。さすがだ、しかしもう遅い。なんだと？レプリフォースはすでに宇宙に飛び立った。私はこれまでだが、レプリフォースは滅びぬ。宇宙に必ずレプリロードの国を、カーネル。これで倒しましたね。よし、セーブ。ああ、結局サブタンク一つも使うことなく倒せましたね。まあまあ、それが一番いいですよね。はい。じゃあ続けます。ダブル。このダブルってやつはね、もうそろそろですけど、正体を明かすんですよ。でね、一応ね、まあ、シグマのスパイとしてね、ロックマン X に近づいて仲間のふりをしてたっていうね、感じなんですけど、だからこいつはそろそろね、本性を表すと思いますよ。ね。レプリフォースは宇宙に行ってしまった弟子。ダブル、宇宙船を頼む。俺が追いかける。先輩無茶弟子。危なすぎる弟子。俺はすぐ宇宙に出る。ダブル、司令部は任せたぞ。はい。これもうダブルじゃなかったっけな、ボスが。こいつがボスなんですよね。確かそうだったような気がするけど。確かそうだったような気がしますよ。こいつはね、だからね、後で変身してね、敵として選ばれるんですよね。あ、そうですよ。この次の面もダブルですよ。ダブルサイクロンが効くんですよね。じゃあ行きますか。まあね、チャブタンク2つあるからいけると思うんですよ。ほら、あなたと
すいませんでし。うん。私だ。今ハンターどもに宇宙に来られてはまずい。やれ。了解。うん。全くドジだな。まあ新米ハンターっていう設定なんですよね。このダブルは。どうした？ああ、こうなるんですよ。実はめっちゃ強いんですよね。こちらイレギュラーハンター17部隊、エックス隊長応答願います。エックス隊長応答願います。こちらエックス、どうした？何かあったのか？なんでもないです。作戦行動中は必要以外の通信を入れるな。わかったです。見るぞ。さてと、X を追うとするか。っていうことなんですよね、実はね。結構衝撃的だったんですよ、僕は当時ね。さあ、ダブルを倒しに行きましょう。まだこのね、X 自身はまだ気づいてないんですよね。ダブルと出会うまでは。まだね、ダブルが敵だっていうことはまだこの時点で分かってないですよね。まあね、サブタンク2つもありますからね、いけると思いますよ。使ってないですからね、サブタンクね。あ、もうボスなんだ、これで。あれ、これどうすっけ。武器で倒すか。上向きに行く武器って何かあったっけ。あ、これやな。あれ、よし、これでいい。ただヒットポイントやばいな。あ、もうボスですね。あ、元の姿戻ってる。ダブル、お前なぜこんなところに。クククファハハハ。イレギュラーハンターもレプリフォースもアマちゃん揃いさ。まあ、おかげでやりやすかったがね。何を言ってるんだ、ダブル、どういうことだ。あの世でゆっくり考えな、死ね、X。待ってたぜ。お前を切り裂くこの時をな。さあ、お、音楽かっけえな、これ。これ、とりあえずちょっと X バスターでね、戦ってみますかね、どんな感じか。お、強いな、やっぱさすがに。あ、強いわ。全然強いわ。あ、最後の残機か。僕、昔ね、やった時はね、X バスターで倒した記憶があるんですけどね。確か X バスターで倒しましたよね。まあね、ぶちのめしてやるぜ、X。すげえな、声が全然変わってるな。以前の時とね、喋り方変わってますよ、ね。まあいいや、一個使うか。で、弱点武器使いましょう。ダブルサイクロン。あれ？やばいやばい。ちょっと待って。結構強いぞ、こいつ。結構強いぞ。よし、倒した。ダブル。クソ、こんなやつに俺が負けるとは。ダブル、教えてくれ、なぜお前まで。フフフ、ファーハハ、甘すぎるぜ、X。
俺は最初から貴様を監視するためにスパイとしてお前の元に送り込まれていたのさ。ダブル、俺は信じていたのに。ファッハッハッハ、その甘さが命取りだぜ。アバヨ X、 あの世で待ってるぜ。ダブル。まあでも X はそれでも優しいっすよね。まあもともとねシグマのね部下だったってことですからね。あ、まだ続きがあるね。これもうね、正真正銘のね、ラストステージじゃなかったっけな、違ったっけ、まだあったっけな、これね。あれ、この下なんかあったっけ、あら。あら、これどうやって行くんやったっけな、これ。こっからこうやって行くんかな。あれ、どうやって行くんや、これ。どうやって行くんや、これ。この面は、どうやって行くんやったっけな。あ、そうか、ここジェネラル出てくるんですよね。ジェネラルっていうボスがいるんですけどね、ジェネラルが出てくる面ですよね、ここね。ダッシュできないしな。どうやっていくんやろこれ。やっぱ死ぬよな。どっからやろ。あ、こっからか。ああ、さっきなんかでもねルートが違ったからね、違うルートでやってみるかな。下行ってみよう、下、やばい、危ねえ、やばいやばい。あ、これ下落ちたら死ぬんか、こういうことやね。回復したよかった、死にかけてたから。あ、危ね、やばい、危な、やばいやばい。もう回復出た、よし。これジェネラルやな、このボスね。巨大なロボットですよね。ジェネラル、一体どういうつもりなんだ。レプリロイドの国を作る、それが我々の願いだ。独立を妨げる者とは断固として戦わせてもらう。戦う以外の方法もたくさんあったはずだ。我々はイレギュラーと決めつけられた。戦うこと以外に何ができたというのかね。
それは今更やめることはできん。行くぞ X。 君とは戦う運命にあったようだ。こいつはあれですよね、なんかロックマン&フォルテに出てきたキングに似てますよね、なんかね、なんか似てるんですよ、うん、どこが弱点なの。あ、強くはないんですけどね。ただこれチャージショットがね使えないのがちょっとな。あ、こうやってやればいいか。こうやってやればいいわ。こうやってやればいいわ。やばい。やばいやばい、やられる。そんな強くないですけどね、攻撃パターン自体は。これこっち行けないもんな。これ避け続けるしかないんですよ、この間はね。一旦死ぬか。一旦死んでもいいな、これ。パターン分かってるからね。わかんないですけどね、全然。あ、こっち来るか。こっち来るな。あ、くそ、当てなかった。やばい、これやばい。減らしましたよ。またこのパターンか。あ、あ、そうか、あそこだったら死ぬんや。まあでも今度はいけるでしょう。ジュレッタイボスですね、これね。ジュレッタイ、ああ、そっか、この部分は食らうんやな。めっちゃ減ったな、ダメージ、今。あの部分。減ったら。あれ、当たってない、全然。避けにくい、意外と避けにくいね、この弾な。ここから、ああ、無理か、ここから無理なんやな。
君とは戦う運命にあったようだ。ここから当てられないのかな、これ。でもずれっといな、これ。時間かかるぞ、こいつは。あ、しまった。やばい。あ、しまった。あ、くそ。すぐ折れてもうたわね。あ、くそ、当たらなかった。基本的に頭が弱点ですよね、これね。あ、しまった。何しとんねん、お前。ホバリング失敗した。あ、くそ、当たらん。あ、またこの攻撃か。まあ、これ下に乗った方がいいか。あ、でもこれはちょっとね、やりにくいパターンやな。あ、こっからでも当たるんや、これ。遠くからでも当たるんか。あー、またホバリング失敗したわい。音楽はあれですよね、ジェネラルツアーはカーネルと同じ曲ですよね、戦闘曲はね。おっと、お、ボタン変わったぞ。あ、しまった、やばい。オバリングなんか失敗しよるな。あぶね。彼は当てれんのか。あと一発ぐらいで倒せるかな。あと一発やな。あと一発やると倒せるか。あー、くそ、やばい。結構手こずってるやん、弱いとか言いながら俺。よし、終わった。弱いというか強いというか、まあ中間ぐらいの強さですね、これね。なんだ、一体どうしたんだ。バカな、この兵器が動くはずは。ジェネラル、どういうことだ。誰かが勝手にこの兵器を犯している。急いでくれ、 X、 地球が危ない。分かった、俺はこの兵器を止めに行く。はい、セーブしましょう。はい。これでもうね、この次はあれですよね。もうシグマ戦になりますよね。この次は、八大ボスラッシュと、あとシグマですね。はい。ま、あとね、もう最後を待つのみっていうかね、ラストバトルのみになりますけど、まあ、その前にね、まあ、パーツがまだ揃ってないのもありますけどね。まあ、次回はね、パーツが揃った状態でね、もちろんね、シグマに挑んでいきたいのでね、まあ、パーツの揃ったね、まあ、最強のデータがありますんで、そっちの方を使ってね、次回はやりたいかと思いますね。はい。
そういうことで今回はこれでね、終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いいたします。